9月15日と16日、天竜区の御作保町で御作保祭りが行われました。毎年9月の第2土曜日日曜日に町の中心部を歩行者天国にして行う国園有数の祭りです。町を挙げ、そして大勢の観光客も迎え、今年も盛大に行われました。この御作保祭りの一番の呼び物は、遠州地域で最大規模とも言われている仮装コンクールです。今年は町内会を中心に市内から57組もの参加があり、趣向を凝らした演出で見る人を楽しませました。御作保祭りで仮装を楽しむことは、実は歴史が古く、大正時代にはもう実施されていたことが記録に残っているそうです。昭和30年代頃から仮装行列をするようになり、祭りのメインイベントとして定着。近年ではコンクール形式になり、審査ポイントでは寸劇や踊りなどのパフォーマンスを披露しました。夕方からは町内4地区の5点屋台の引き回しが行われました。見どころは、手前道を上手にすれ違うところで、相手の屋台が近づいてくると自慢のお囃子も一層速く大きく奏でられ、祭りを盛り上げました。15日の夜には打ち上げ花火が行われ、御作保の澄んだ夜空を美しく彩りました。地域が一体となって楽しみ、作り上げている御作保祭りは、見る人に手作りの温かさを感じさせてくれます。来年もどんな仮装パフォーマンスが飛び出すのか楽しみですね。